トム、湯川って人見なかったか？湯川？ No、 知らないね。その人がどうしたの？後藤って人に頼まれたんだ。探し出して守ってくれって。Oh yeah、 トムも手伝うよ。湯川って人はメガネをかけてグレーのスーツを着ているらしい。 OK、 二手に分かれるね。よし、トムは向こう、俺はあっちだ。この町は広いから探すの大変ね。よ、大事なことはメモして後で確認するよ。わかった。 OK、 Good luck。新吉おじさん。よう。湯川って人を探してるんですが。湯川？何者で？グレーのスーツを着て、メガネをかけた人なんですが。スーツにメガネだ？いや、知らねえな。そうですか。誰か湯川って人を知ってそうな人って？そうさな。ああ、間のばあさんはどうだい？トキさんですか？花屋間の。おうよ、あのばあさん商店会の会長だからよ。この辺の情報がっちり握ってんじゃねえか。聞いてみます。ありがとうございました。いいってことよ。原崎。葉月くん。おばあさんいるかな？ごめんなさい、今出かけてるの。私が店番で。そうか、ちょっと聞きたいことがあったんだけど。聞きたいことって？湯川って人を探してるんだ。湯川さん？どんな人？メガネかけててグレーのスーツを着てるんだけど。さっき見かけた人かしら？どこで？スズメ公園の方で。その公園って？スズメ公園よ、この先のゲームセンターの裏手にある。わかった。すいません。はい。湯川って人を探してるんですが、ここにメガネでグレーのスーツの人来ませんでしたか？ああ、その方なら確かに来ましたよ。ここにその人が？ええ、先ほどその方に助けていただいたんです。助けてもらった？ええ、私がゴロツキどもに絡まれた時、その人が間に入ってくれたんです。それでどうなったんですか？喧嘩になる寸前でしたが、他にも人が集まってきたんで何事もなく済みました。いや、今時珍しく勇敢な方ですな。その後どっち行ったか分かりますか？さあ、ゲームセンターの方に歩いて行きましたが。ゲームセンター。すいません。はい、何ですか？湯川って人を探してるんですが。ああ、湯川さんならここに来たよ。本当ですか？うん、名刺ももらったよ。その名刺、見せてくれませんか？ああ、いいよ。裏に何か書いてあるけど。すいません、この名刺、ちょっとお借りしていいですか？ま、いいか。ありがとうございます。
1回100円か。ちょっと遊んでみるか。惜しいな。やった。やった。惜しいな。最後の一本。やった。おお、うまいもんだ。大したことないよ。なくなったな。やめるか。100円で20枚か。遊んでみるか。全部使ったか。ここまでにするか。4時過ぎ、アジア旅行者。赤坂さん。おお、亮か。アジア旅行者ってどっちでしたっけ？アジア旅行者なら八百勝の隣だ。わかりました。おい、ちょっと待ちな。てめえどっかで見た面だな。えのきさん、こいつスカコの葉月です。ほう、てめえが葉月か。噂には聞いてるぜ。相手してる暇はない。俺に構うな。そっちにはなくてもこっちにはあるんだよ。おらおらおら
たな。なんてやつだ。湯川って人知らないか。メガネかけててグレーのスーツの人だ。はい、その人ならさっき見ました。本当です。どこでだ。アジア旅行社に入っていきました。アジア旅行社。おい、大丈夫か。しっかりしろ。すいません。お、いらっしゃい。湯川って人を探してるんですが。湯川？この辺の人かい？いえ、分かってるのはメガネにグレーのスーツ姿ってことしか。そういえばそんな人が通ったな。本当ですか？その人はどっちに？この辺をうろうろしててな、どこか店を探してたんじゃないかな。店を？それでその人はどっちに？さあね、こっちは客がいっぱいだったし、向こうもなんだか人目を避けてるみたいだったから。そうですか。湯川さんですね。まさかダメだ、これだけ渡せない。うわ、違うんです。おっと、聞いてください。うるさい。湯川さん、来るな。誤解です。おっと、わっと、待ってください。誰が待つか。おばさん、ごめん。ちょっと何すんの。あ、いた。ディスク渡さん。なんだ。どいてくれ。なあ。ん、いや、湯川さん、いやだ、捕まってたまるか。待ってください。湯川だな。え、必ず来ると思ってたぞ。しまった。さあ、ディスクを渡してもらおうか。この人に手を出すな。なんだてめえ。うわ、
君は一体？ある人物からあなたを守ってくれと頼まれたんです。頼まれた？一体誰から？もしかして君が葉月君か？俺に頼んだのは後藤義雄という。そうか、後藤義雄か。いや助かった。これでシェンムを発売できる。シェンム？Ugh.